こんにちは、アーシューです。今日はヒロ君と一緒に何しに行くんだっけ。これからマタニティホテルに行きます。イエーイ、楽しみだね。楽しみ。もうお腹も大きくなった。今日撮らないと多分いつ生まれるか分かんないから、今日撮っといた方がいいと思う。楽しみ。はい、いらっしゃいました。こんにちは、よろしくお願いします。お世話になります。あ、私すごい、めっちゃ可愛い。まさに本当にすごい素敵。可愛い。え、可愛い。可愛い。ありがとうございます。よかったらおかごご利用いただいて。ありがとうございます。で、おいしさと風味が違う。いや、ラブラブとは聞いてたんですけど。いや、なかなかできる経験じゃないので嬉しい。そうですよね。何っていうことっていうことね。そうですよね。ドキドキしますよね。はい、私も一緒にいながらドキドキしてます。なんか。でもよく撮影中は静かなんですけど、だんだんこう楽しくなってくるとこうお腹が動いてきて、動いたみたいなの結構あります。リラックスしてくると。今は落ち着いてます。今落ち着いて。落ち着いて。よくあれですか、蹴ったりとか。よく動きますね。そうなんですか。はい、よく動くんですけど。今はちょっと緊張してるんですかね、一緒に。かもしれないですね。どんな緊張してるの。そうかもしれない。新鮮すぎて。そうしましたら、お互いのお腹がちょっと近づくようなイメージで。そうですね。いいですね。ちょっと近づきすぎて。中間ぐらいです。ありがとうございます。そしたら、マモさんですね、両手であのお腹のお子さんもちょっとこう下から押さえながら、いきましょうか。はい、で、トマさんですね、ちょっと下からママの手をこう包み込めながらちょっと添えていきます。私の手を。あ、もう、かぶしゃった。こういう感じで、下から。指輪をちょっと。あ、そうです、そうです。ありがとうございます。でしょう、ここのアップで子供の、他の表情楽にしてください。大丈夫です。あ、そうです、そうです。あ、いいですね、ちょっと。やることしてください。他はちょっと映らない方なので、お二人とも手の位置ちょっとだけ下にずらすことができますか。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗です。綺麗ですね。一緒にですね、お腹のお子さんを見つめるような形で。大丈夫。大丈夫。めっちゃ可愛い。いいですね。あ、いいですね。口元微笑みあった方がお子さんを見つめてるイメージなので。ちょっとお鼻の毛だけ直してみてください。すいません、全然大丈夫ですよ。いいですね。後ろの奥の毛だけちょっと直してみてください。ごめんなさい、すいません。ちょっと違いますかね。そうです、そうです、包んであげてください。そうですね、包んであげてカメラ目線で。笑顔でいきましょう。今ちょっと何パターンかを撮れてるんですけど、こういった形ですとか、はい、目線もすごく素敵に撮れさせていただいてます。いいですね。そのまま、ちょっとサバさん、お腹が違うとかもないし、ありがとうございます。そうそう、お腹が大きく映るような感じで、ありがとうございます。もうちょっと止めていただいて、お素敵。ありがとうございます。すいません、忘れちゃった。ありがとうございます。嬉しい。お疲れ様です。もっと素敵。すごい、なかなか撮らないですもんね。やっぱりなんで、どうも今日は綺麗に。あー、すごい、やばい。ありがとうございます。いいですね。
添えるような感じでできればと思います。仲いいですね。全然映らないんで大丈夫ですよ。リラックス、パパになるって感じするよね。なんかパパさんとかママさんとか言われると届いたやつ見ない？一回撮ろうよ。何で？だってこうやって出来上がりみたいなの撮ってない。照れるねこれ。いいね、優しい感じ。いいね。いいね。この動画良かったと思っていただけたなら、チャンネル登録と、高評価ボタンを押していただければ幸いです。はい、私ブログとインスタグラムとツイッターやってるので、ぜひそちらの方も概要欄の方からチェックしてもらえればと思います。それでは今日はこの辺でバイバイ。